はい、逆にですね、今ね10対1にされてますけども、これはどうしてそうしたんですかっていうのに答えられるからこそ10対1にしてるはずなんですよ。でやっぱりね、いつその比率を変えるのかにもよりますし、で明日になったらいくらになるかこれ予想できないですよね。だからかなりね難しい回答になりますね、これはね。まあなんとなくお答えするとしたら、XRP と XDC は今10対1にしてるようでしたら、 XDC は XRP の3割ぐらいを利確して XDC に移行してっていう感じになるのかなと思うんですけども、利確を繰り返すとね、そのまあ税金がついてもありますので、やっぱり新しい資金を使ってっていうのがやっぱ効果的なのかなと思うんですよね。まだまだねちょっとね細かい計画を立てないとこれは答えられないところがありますけども、私はね XDC は、まあ、例えば今10対1じゃないですか、このままでいいんじゃないかなと思うんですよ。というのがね、やっぱりこう強くいくのは一つなんですよ。あとはおまけみたいな感じで少額を複数いくみたいな感じですよね。というのがその管理しきれないですから、やっぱり2つも3つも5つも6つもは管理しきれないのと、で、まあ最大値に価格をしたいというところはあるんですけども、まあ何て言いますかね、まあ、こう言ったらあれですけども暗号通貨本当難しいんで、最大値を求めてやるよりもマイナスにならないように進めた方がいいのかなと思うんですよね。でなんとなく苦しい中お答えさせてもらいますと、これ本当にね、これはねもっともっと計画を立てないと、こういう比率ですよとかね、このタイミングでこう変えますよっていうのはとても言えないんですよね。私ですら5年計画とかでやってるわけなんですよ。そうすると1年の中でいくら価格動いてもまあ耐えうるっていうかね、いやー難しいですね、難しいですよこれはというのが、私ならどうするっていうのは、私体のがありますんでね、XRP と XDC なんていつゼロになってもいいという気持ちでその前提で入りますから、まあけど10対1で XDC はちょびっとでいいんじゃないですかね。 XDC が大きく伸びるとしたら、今10対1の持ち合い比率でも結構な含み益になるんじゃないかなと思います。まあ、ですので XRP を強く押してこのまま10でいって XDC は1、この比率で、そうですね、XDC が例えば、まあ、30円とかになったら、ちょっと考えるって感じですかね。今いいんじゃないかなと思うんですよ。その10円以下のものが20円や30円になっていけばもう万々歳だと思うんですよ。ちょっとまとめますけども、 XDC は資金投入の2倍から3倍になったらウィンということでいいんじゃないですかね。で XRP はねそれに対してやっぱりこう5、6倍とかは見積もっていきたいなと思いますからね。そんなところですかね。ちょっとスパッと答えられないです、これは。すいません、やっぱり答えられないです。ただ本当いろんな計算をして時間をかけてシミュレーションしながらたどり着くところなんですよ。だからこれはもっともっとね考えないといけないですね。すいません、ちょっとこんな答えになります。まあでも精一杯答えさせていただきました。何も隠してません、何も含むところありませんので、よろしくお願いします。ありがとうございます。